明けましておめでとうございます。はい、正月ですね。はい、タロットリーディングのチャンネルリボンです。はい、もうねタロットもどんどんね上げていかんとあかんのんでね、ちょっと頑張っていきますよ。でね、ですね、今日はもうですね、ちょっと正直ちょっと題を考えるのね、今日のお題をって考えるのがちょっと面倒くさくってね、ちょっと同じのになってしまうんですけど、はい、本日のリーディングですけれども、お相手の今この瞬間のあなたへのお気持ちも、ね、前回と同じなんですけど、まあ、内容ちゃうからね、中身はね、これね、見た人ね、見た時がタイミングでございます。はい、ね、さあ一発目、今年のね一発目からねこれ、まあ、やっていきたいと思います。ほんでね、いつもはねこの4択 ABCD やるんですけど、これねいつもはまあ漫画なんですけど、ちょっとね漫画もねだんだんねちょっと飽きてきたんで、ちょっとね私が昔書いたなんかまあライブ告知のポスターですか、まあそれをね、まあ、ちょっと使ってで、4択にしたいいかなと思います。まあ、実際にねやったライブのね告知です。もうなんかもったいないからね、こんなん置いといてもね、なんかもう使うことないしね、ということでまあ一応ねもう終わったライブなんでこれいけませんよ。もう行ったところでもやってませんからね。まあ一応ね、まあそんなことでですね、まあ昔作った私が作ったあれですわ、ライブ告知のやつですね。はい、じゃあいつものようにですね ABCD で順番に見ていきましょう。はい、一応ね絵をね見せていきますね。はいはい、こちらじゃん。はいね、5月4日にやった頃ね、ライブですね。これね楽しかったですよ。なかなかいいディキシーランドなんですかね、この、うん、すごいジャズですね。ジャズのライブでした。これは素晴らしかったね。なんかこの昔、なんかねすごい昔ながらのっていうかな、うん、すごいジャズっていう感じでね、素晴らしい演奏でございました。はい、で次にですね、はい、B の方ですね。はい、これね辰巳雄一さん言うてね、なんかエルビスのね、なんか、うん、海外でねなんかモノマネのなんかショーみたいな撮ったっていう話ですね。なんか、うん、で日本でなんかその、まあ、エルビスのことはやってないにしても自分のねオリジナルの曲なんかでやって、すごい、うん、なかなかね見応えのある、うん、ファンもまあまあいはる、まあまあって言ったらこれな、うん、結構いはる、すごい実力のあるね人でした。はい、でですね、C ですね。はい、これはね、辰巳さんですね。辰巳さんね何回も来はるからね、ほんでまあポスターをその都度まあ私が作るわけなんですけれども、まあね C は、またね12月17日のねポスターでございます。はいはいね、はい、これもですね、辰巳さんですね。これなんか辰巳ってこれなんかおかしくないですか、なんかこれで合ってんのか、綴りが間違ってる気がしますが、まあいいでしょう私のことなんでね、私がやることなんで、まあこんなもんですよね。これライブ告知、これも辰巳さんのライブ告知でですね、5月4日の、やつですね。あ、そうか、 T 辰巳やから、そう TSU の S が抜けてるんですね。なんだかね、なんかもうえらいことになってますけれども、そうですね、恥ずかしいですね。はいはい、じゃあ ABCD、はい、選んでくださいね。選べました。はい、じゃあ一旦撤収しますね。いや、正月ってねなんかすごいね、なんかすがすがしい感じしますよね。なんかねすがすがしい感じしないですか。なんかね、私はねそのお正月っつうとね、なんか新年明けてこう気持ちもね新たになってみたいなね、なんかそんな気しますけどね。なんかね、今日ねなんか私部屋の中のね寒いからね、なんかコート着て、コ
ーと来てるんですよね、なんかね。ちょっと待ってくださいよ。よいしょ。うまいことならへんな。あのコートをね着てます私ね。はい、これね、ロマンスエンジェルさんとエナジーさんと、これねタロット2枚ですね。今日ねなんか私あのちょっとダイアルカナだけ使ってね、もうやりますね。タロットはねダイアルカナね、読みやすいからね、もうしんどいしね、もう私ちょっと最近しんどいからね、もうあんまり無理しんとこう思って、まあ、こんな感じで、とりあえずねロマンス、ロマンスエンジェル、はい、エナジーオラクタロット2枚で見ていきたいと思います。ほんなら A の方のリーディングですね、いきますよ。はい、よいしょよいしょ、うんうん、はい、はい、出ました。はい、ソウルメイトのカードと、から8番のカードと、これね8番ね、で月の逆位置、月のね逆位置とね、の恋人の正位置ですね。はい、じゃあこれのリーディングをさせていただきます。お相手の今この瞬間のあなたへのお気持ちということでですね、あなたへのお気持ちですけれども、ソウルメイト出てますんでね、もう完全にもうこれはね運命の人っていうことですね。あなたのことすごい運命の人だって思ってます。ほんでね、そう、恋人のカードも出てるんでね、もうほんますごいぴったりくるとかね、すごい、まあもう通じ合ってるっていうかね、もう愛し合ってます、もうなんかすごく好き、あなたのことすごい満たされてますね。もうあなたと一緒にいたら満たされる、うん。でね、ソウルメイトのカードでもこれはね、癒し、なんかその癒されてる、あなたといると癒されるみたいなね、そういうカードなんですよ。だからなんかこうぴったりきて、あなたといると癒されるって思ってはりますね。で、この月のね逆位置なんですけれども、この月の逆位置はですね、真実の愛をね手に入れるっていうね、うん。でね、この相手の良さにね気がつくとかね、まあだからあなたのことをねすごくもうだからいいと思ってる、もうここめっちゃいいカードですよ。ところがね、これなんですけどね、ここが問題。これね、これ何のカードかって言いますとですね、決められない、要はね、2つ道があって決められないっていうカードなんですよ。これね、どういうことを意味してるかっていうと、あなたはすごい運命の人で、すごく癒されてぴったり来るけど、今ねお相手さんね、もしかしたらちょっと他にお相手さんおるとか、うん、あとはなんかね、うん、だから二人おるんちゃうかなって思うんですよ。だから、例えばまあこれが、例えば不倫愛とか、あとはね、うん、彼女おるのに、まああなたのことが好きで付き合ってるとかね。まあそういうようなことでしょうね。まああなたはもうそれ知ってか知らずかっていうところなんですけれども、うん、だから自分なりにね、これね、どうしようかな思ってはるんですよ。うん、私この人のことを、うん、好きやけど、まあ私には限らんけど、男やったらね、僕この人のこと好きやけども、ほんで運命やと思うし、ぴったり来るし、もう絶対この人やねんけど、ただちょっと今付き合ってる人おるとか、あ、嫁がおるとか旦那がおるとか、まあそんなことでちょっと悩んではったりするんかな、うん、まあそうですね、今のところそう、今のお気持ちなんで、うん、今そういうことで悩んではる。でもあなたのことはすごく好きで、うん、だからね、まああなたの気持ちは大丈夫、あなたへの気持ちは大丈夫だけど、うん、だからその自分のこの先の、うん、どうしていくか、そういうのにすごい悩んではるってとこかな。はい、まあ A の方はそういう感じですね。はいね、これね終わります。はい、じゃあ B の方ね、なんかね、みんなね、いろいろな悩みを抱えてね、生きてますよね。なんか私なんかもね、なんかいろいろありますよ。人生ね、生きてたらね、ほんま、もう今年とね、3月でね、私も45歳になるんですよ。もうね、年もね、だんだんいってきたらね、ほんな、
この先の人生とかね、考えますよ。もうね、先もね、だんだん見えてきてますからね。でもまあ先見えてきてますけど、まあやりたいこととかありますし、ね、まあ頑張っていきたいな思ってますけれども、はい、まあどうでもいいんですけど、はい、じゃあ B の、リーディングを始めていきたいと思います。はい、ロマンスエンジェルカード、エナジーオラクルカード、はい、で、これがタロット2枚ですね。これね、大アルカナですね。もう大アルカナしか使いません、今日は。はい、じゃあ、オープンしていきます。はい、じゃん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 、はい。あら、ソウルメイトですか。もうなんかさっきもなんかちょっとソウルメイトっぽいのが出とったけど、ソウルメイトっぽいっていうか、ソウルメイト出とったけど、まだソウルメイトなんですけども、うん。ね、これはソウルメイトを呼び寄せるっていうカードで、ね、これはね、なんか、うん、なんでしょうね、自分の底力とかそういうのにね、関わるカードでね、この太陽ですね、太陽は、そうですね、まあ不安とか悩みはないですよ、みたいな、すごいいいカードですね。うん、相思相愛とかね、まあそういう意味ありますね。うん、悪魔、これはちょっとそうですね、そうですね、セックスに溺れてるとかね、まあ、束縛とか、まあ、そういう意味もあるんですけれども、この場合だと私的には思うのは、まずね、この絵から見てなんかね、めっちゃ求めてる感じするんで、また下ネタになってくるんですけど、いや下ネタじゃないんだけど、このリーディングね、なんかしらもうちょっと下ネタ系を感じざるを得ないというか、なんかこうめっちゃ求めてる、なんかこのかなりね、あなたと、セックスがしたいと言ってますね、これね、今したいんじゃないですかね。なんかね、これもね、まあ、自分の底力というカードなんですけど、なんかこの底、それを抜いて、これだけ見てると、なんかちょっと下半身の方にね、なんかこう光があるじゃないですか。これやっぱり下の方にね、やっぱり集中してる感じがするんで、どうもね、あなたと、まあ、ちょっと寝たいかな、みたいなふうに、今思ってるって感じですね。そんな感じ。で、まあまあ、これね、もうだから、すごい、あなたのこと好きだし、なんていうかな、相思相愛なんですよ、あなたとね。で、あなたのこと大好きで、で、それで、不安とか、そんな、何もないんですよ、悩みとか。何もないけど、今、そう。だからね、すごいこう、まあ、めっちゃ順調な2人なんですかね、これね。だから、ただただその、あなたと、まあ、したいと、寝たいと、今そう思っているという、まあ、ごめんなさいね。ちょっと下ネタのつもりじゃなかったんだけど、なんかそんなことになってしまいましたが、こう悪魔とか出てくるからそんなことになるんですけどね。でもなんか、絵的にもね、なんかすごい求めてる感ありますしね。やっぱそうなんじゃないですか。まあ B はね、そんな感じで、ちょっと早かったんですけど、まあそういうことです。はい、今そう思ってはるということですね。はい、じゃあ B は終わっておきましょう。はい、さて C でございます。はい、 C ね、 C のこれはよいしょ、 CC ね、なんかね、私ね、結構なんかいろんなものをなんか人に頼まれてこうやって書いてるんですよね、実はね。なんかね、作品はね、結構溜まってくるんだけど、もうこんなん一回きりでね、もうなんか後々全然使わないんで、めっちゃもったいないですよ。一回書いたらもう終わりなんでしょうね。なんか結構労力かかってるんですけどね。はい、で、まあいいですね。はい、じゃあ行きまーす。タロット、じゃあタロットかじゃあ、ロマンスエンジェル、エナジーオラクル、タロット2枚、こちらは、ダイアルカナになります。もう今日はね、ダイアルカナで見ていきます。はい、じゃあオープンします。はい、よいしょ、よいしょっと。最近私のこのコントロールをやめるっていうカードね、なんかよく出てくるんですよね。なんか自分に出されてんのかな、なんやろね。いや、まあなんかよう出てくるのこれね。なんやね、他の占い師さんの見とってもこんなん出てきてないもんね、あんまりね。なんでやろうな、引いてる人が悪いんかな。はい、ではですね、まあ余談はいいとして、はい、いきますよ。
これね、コントロールやめるっていうカードですね。これが、あの、癒しとかね、癒しの人が現れるとか、出現とかね、そういうのあります。で、これ、吊るされた男ですね。これは、逆位置ですね。逆位置だと、そうですね。なんかね、相手の犠牲になってるって感じてる感じ。うん。で、これね、強行ですけど、まあ、法王のカードですね。法王のカードの逆位置なんで、うん。なんかね、不倫愛とかね。そういうことですかね。なんか不倫愛なんかな。まあね、総合してじゃあ見ていきますよ。まずね、吊るされた男なんで、相手のね、犠牲になってるって感じてるんよね。なんか、相手はね、すごいコントロールしてくる人。だからすごく、なんか、あの、強いてくるんだろうね。なんか、だから、そう。あなたにね、なんかすごく、こう、そのね、利用されてるとかね、なんか使われてる感あるんでしょうね。なんか犠牲になってる気してる、自分が犠牲になってるってすごいなんか、思ってるよね。なんかそう、あなたにね、なんか、あなたがその自分のことをね、利用してんじゃないかなって。そう、不倫愛なんですよ。だから、不倫愛だけじゃなくて、まあ浮気とかね、まあ要は自分の方がね、まあ浮気相手の方なんですよね。だからその立場弱いんですけど、そのくせね、なんだか知らないけど、その相手はね、自分にね、その求めてくるっていうか、ああしろこうしろじゃないけど、なんかその犠牲になってる、なんか相手の犠牲にすごいされてるなって感じています。だからあなたにすごい犠牲にさ、自分のことを犠牲にされてるって思ってますね。で、癒しをね、すごい求めてます。なんか誰か癒してくれへんかなって思ってる。だからあなた、まあ、あなたに癒してもらうのが一番ですよ、それはもちろんね。だけど、なんか癒されたい、今めっちゃ癒されたいなーってすごい思ってます。なんかね、もしね、これ本当にその不倫愛やったりとかして、その相手にね、そのまあなんていうかな、相手をね犠牲にしているんだったらば、やっぱりね、ちょっとね、優しくしてあげるっていうか、まあそこの部分分かってあげてね。ほんで、そう、自分がね、やっぱりその人に感謝をしてね、言ってあげないと、やっぱ我慢してますよ、相手はね。だから我慢させないように、してあげないとね。まあ本来ね、あんまりその何ていうか、あかんのですけどね。なんか不倫やとか浮気とかってあかんのかもしれへんけど、でもほら、恋愛ってなんか突然降って湧いてくるし、もうなんか止められないってこともありますからね。でそうなった時にこう、まあね、不倫とかしてしまったりするけれど、そうなった時に、じゃああなたはそうどうしてくれるか、だからね、精神的にだけでもね、支えてあげないと、もうこの人ね、すごい、なんていうかな、多分孤独でしょうね。だって、自分はね、すごい好きで、この人の方はね、多分相手いないと思うんですよ。で、あなたの方に誰か相手がいて、ほんで、なんか、そう。だからね、なんか、犠牲になってる感めっちゃあるんでしょうね。ちょっとね、癒してあげてほしいなって思います。はい。じゃあ C の方終わり。はい。ほんなら、最後ですね。D の方。よいしょ。ね。ロマンス演じる。エナジーオラクルタロット2枚とね、ロマンスエンジェルエナジーオラクルタロット2枚ですね。タロット2枚は、ダイアルカナだけ使ってます。はい、じゃあオープンしていきます。はい、はい、はい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 と映ってるかな。ちょっとなんかこっちかな、こっちかな、よいしょーっと。どうもやね。
はい、ほんなら、リーディングの方していきますね。うん、エンゲージメント出てるじゃないですか。うん、婚約のカード、これね、うん、すごいね、運命の人、まあなんかさっきも言ったような気がするけど、運命の人ですよ、あなたね。うん、なんかね、うん、すごいね、うん、これからもね、仲良くしていきたいなとかってね、思ってはりますね。うん、でね、このね、39番のね、この第5チャクラっていうね、カードなんですけど、これね、これね、あのタロットでいうところのね、あの審判のカードと同じ意味なんですよ。うん、なんで、まあこれね、なんかコミュニケーションをね、なんか司るね、カードで、あの首の、あの心のところにね、光があるんですけど、あのこのチャクラ系のね、このカードって、あの、なんか、その何意味するところにこう光がねあったりするんですけど、これね喉のところに光があるのでね、あのそう、あのコミュニケーションのね、あのカードなんですよ。うん、でこれがですね、また同じなんですけど、あの魔術師のねカードね、これね口説き上手なカードなんですよ。だから要はコミュニケーション、口説き上手とかね、でこの人ねすごい、だからあなたね、めっちゃ口説き上手やったりとか、口がね、達者な、すごい、まあ、知的な方なんじゃないですか。なかなかね、すごい、こう、コミュニケーション能力高くて、うん、すごく口が上手って感じかな。うん、だからね、このね、女帝の逆位置出てますけどね、これね。これね、うん、嫉妬してはりますね。だからね、あなたがね、もうすごく、なんていうかな、魅力的なんですよね。なんかその話上手でさ、なんか、うん、すごい魅力的な人なんでしょうね。で、すごい、うん、仲良くしていきたいんだけれども、そうだからめっちゃ好きなんですよね。エンゲージメント出てるし、要は結婚したいなとかさ、婚約したいなって思ってるけど、でもあなたがそのすごくこうみんなと優しみんなに優しくしすぎるとか、すごいね、すごいなんていうか、うん、お話し上手だったし魅力的なせいでちょっと嫉妬しちゃうんですって。なんか人に対して、みんなに対してね、自分だけじゃなくてね、他の人にもね、なんかそういうような、うん、その能力をね発揮されるとですね、もう嫉妬しますね。うん、これね、今だからあなたあなたのことすごく好きで、うん、あなたのこと知的ですごい話上手で素敵やなって思ってるけど、それのせいで、まあ、ちょっと嫉妬したりとかっていう思いがあるんだろうね。なんか、うん、もしかしたら誰か、うん、その今の気持ちなんで、あのなんか昨日とかね、そういう、まあ、近い時にですね、あなたが誰かと喋ってんの見てね、なんかちょっと嫉妬しちゃってて、なんか今ちょっと嫉妬に苦しんではる感じかな。うん、でも基本的にはあなたのことめっちゃ好きで、うん、あなた結婚したいとかって思ってる、うんですよ。だからまあ何やろ、好きだからこその嫉妬、うん、まあだからこれね、まあちょっと多めに見てあげたらどうかなと思いますね。この嫉妬するけど、うん、嫉妬するほど相手のことが好きっていうかね、あなたのことが好きっていうことですから、うん、まあ、この嫉妬もね、もう受け止めていくしかないかなと思います。はい、じゃあ D の方のリーディングも終了いたしました。はいね、はい、全部終わったんですけれども、ね、新しいね年も始まって、皆さんね、新しいその恋とかね、なんかそんなもまたね、今年ね始まったばかりなんですけど、そういうね恋愛とか、うん、いろんなことがねまた出てくるかなと思います。でまたね、そんな時にですね、私のこのわけのわからんね、あの当たってんのか当たってへんのかわからへんようなね、このね占いを見てですね、でこれまあね、当たってなかったとしたらね、その時はね、この人ね、何言うてはんねんと。もうね、全然当たってへんやないかと言うといたらいいんですよ。まあそんなもんなんですよね。私の占いなんてね。ただね、まあ、当たってるんやったらね、まあ、うん、当たってるんですよ。あのごっちゃ。まあまあそんなことなんで、うん、
信じたくなかったら信じたく なくていいし、うん、どっちでもいいです、うん、好きにしてください。はい、またねタロットの方ね上げていきたいと思いますね。まあよろしくお願いしますということですかね、うん、はい。でね、もし、まあ、この動画がねいいと思われた方はグッドボタンの方ね押してください、ね、まあねこのね動画当たってへんやんけっつったらねもうバッドボタンでもね押しといてください。もうね真摯に受け止めてね悪いこと言うてすいませんとごめんねっていうことでね、まあ、今のうちに謝っときますよね。はい、まあね皆さんね私のことはねちょっと多めに見ていただけるとねありがたいと思います。はい、ほんではねまたね次回タロットでねタロットじゃなくてもねお話動画でねお会いしましょう。はい、それではさよなら、バイバーイ。